オーケー。風強いけど、まあいいでしょう。はい、風強い。はい。これね、はい、風は強いけど、ちょっとまあ見ときましょうか。空から見ときましょう。どこに仕掛けたかっちゅう話ね。はい、よいしょ。よいしょ。はい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 、一応これ空から撮ると分かりやすいでしょっていう話ね。はい、もうこれぐらいで OK。 お、見切れるなこれで。よし。でまあこれ臨海研究所がございまして、あ、今日亀山島も見えてるな。はい、で一応その、あ、分かりやすいように、私がまあもう見切れちゃってもいいよね。はい、じゃあこれぐーっと回ると、回るよ、景色見て回るよ。はい、亀山島があります。で今回の設置場所、こちらの水路となっております。この水路行ってみましょう。はい、あのちなみにあそこのところ仕掛けたのは、あの下に見えてるね、ここのこの一番下の見切れ、もう見切れるところが一つで、で一応こう押していって見ていきましょう。はい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 、お、軽トラが走っていった。はい、我らが宿舎。はい、で、あの軽トラ今通過してってるわ、これ。あそこのところの橋、あそこのところ仕掛けてる。あ、あそこの橋、あそこの軽トラ橋、まあ、橋にはなってないんだけどね。あの軽トラが通過したカーブしたあそこのところ、今からちょっとここだよね。ここに、はい、仕掛けてます。さあどうでしょうか。さあどうでしょうか。別に悪いやつも来てないし、さあ上から見てみましょう。見えますでしょうか。一応ね、うっすら見えてるね。見えてるね、見えてるね、見えてるね。ああ見えてる見えてる見えてる。はい、ちゃんと、はい、誰にも悪い人、悪い人が来て持ってくってことはないでしょうけど、ここですよ、ね、で一応ちなみにね、このずっと向こう行ったところでもこれずっとこの用水路つながってて、この用水路はですね、ちょっとでっかい向こうの方の用水路につながっていると。これ今日釣りしてる人とか、まあ、ここの用水路では発生しないんだけども、ずっと行ったところで、はい、でここのところの、はい、あっちの方とつながってんだよね。じゃあちょっとコード上げて、もうちょっと確認しやすい角度で行きましょう。あっちに小屋が見えると思うんだけど、小屋と道があって、小屋があって、こっちから続いてる用水路と並行して走ってる道があって、そこをこうぶち当たってて T 字路になってるけど、あそこね、あそこにちょっともうちょっとでっかい水路がある。はい、でこのウーさんの方もちょっと回って見ていきましょう。じーじーと、でかい、あそこ釣りやっちゃいけないよっていう看板が書いてるところと、であの干上がってた、ほら干上がっていましたね、あそこ干上がってる池がありますけど、ここムカデカゴ設置されておりました。このムカデカゴ設置されていた、ちょうどこの池を干してね、新しい魚を飼うから、あの中にいる魚は邪魔だからっていうので、まあ、食べちゃうために取るんでしょう、おそらく。ここ、はい、ちょっと一直線見えてきてるよね、これね、これね、はい、ムカデカゴ、ウーさんのムカデカゴ上空、ウーさんのムカデカゴ上空。はい、ウーさん忙しそうだったし、でまあここで、ここね、真上上空近くに来ましたよと。でこれ一直線に綺麗に仕掛けられてるし、ここに水が集まるようになってんだろうね、そういう設計にしてあるんでしょう。でここで、あのウーさん、ちゃんと私みたいなんじゃなくて、ちゃんと綺麗にその魚が入るようにね、綺麗に張っていたかと思います。あー仕掛けなきゃいけない、あー仕掛けなきゃ。はい、戻りましょう。臨海研究所に戻っていきますよ。はい、あのように仕掛けなきゃいけないけど、私いい加減なもんだから、
いい加減にジャパって仕掛けてるけど、まあ、これでちょっと日中この時間帯に入るとか入らないとか時間帯も関係しているだろうけど、はい、私見えてまいりました。はい、臨海研究所の、はい、ここね、今日はあったかいね。よし、はい、これね徐々に寄せてまいります。これは気をつけないと電線に激しく激突するっていうパターンなので気をつけないといけない。しかもちょっと見失い気味。どこだどこだ俺のドローン、どこだ。車入ってくるのかな。よし、あったた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 、よしよし、あったたたたた、よし、オッケー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 。まあそんな感じよ。はい、よし戻れ、戻れ、よし、オッケー、戻るのだ。はい、まあそんな感じ。はい、まあそんな感じだから、はい。我らが臨海からのなんかせ。生活系のお水が、処理水がちゃんとジャーって流れてから一瞬水位が上がったってことこれ。まあいいや、まあ、まあ別になんか毒が垂れ流されてるわけでもないだろうし、まあ普通の活動がなされていて、ああこれか、これか、ほほ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 ほ、はい、リンさん、リンさんのお父さんさ、はい、行きました。なんで、あそこから水が出たから一瞬水位がどっと上がったような感じに見えるっていうことね。はい、これドラゴンフルーツ割ってます。これね、普通に実になるから。はい。で、問題の、では、ある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 。あるよ。はい。あるね。はい、あります。あるけど傾いてるからこれなんか入ってんのかなと。なんかここピーンって張ってないから入り効率悪いんじゃないのかっていう話もまああるが、あるが、一応この引き上げる作業を行っていくとしましょう。引き上げる作業はどっち向きからやるかな。こっち向きから見てる感じがいい。これ GoPro 君パチャってこれって落ちちゃっても困るわけだけど、まあそんなアクシデントは起きないだろうと信じて、はいはい、あげるよ。はい、入ってんのかなんかこれ、果たして何か入っているのかここには。じゃ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 、おおもうすでに入ってる。あれなんだあれ。あもういきなりなんか入ってるわ。あ入ってること確認じゃんこれ。なんか入ってんな。よし。入ってる、よし、入ってる入ってる、なんか入ってるのが、いきなり入ってるのが確認されたので、この至近距離から網を手繰り寄せますと。ちなみに全て撮影編集全ての作業は私ワンオペでやっておりますので大変なんですよ。何も考えずにね、何も考えずにとりあえず撮影したからって、いいわけじゃございませんので、とりあえず上げるわ、もうこれ。じゃ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 ん。じゃ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 ん。じゃ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 。やっぱあれだな。餌のやつをちゃんと設置しておかないと、ポロポロ落ちる。なんじゃ。
一応入ってるぞ。入ってるよこれ。あ、なんだ。もう一瞬で、私はもう一瞬で何が起きたかを、一瞬で何が起きたか理解できました。何が入ってるか分かっております。あえて言いませんが、あ、こいつかっていうね、ドイツだって話でしょ。ちょっと水多めに入れとくわね。 OK、 こう、こんな感じ。あ、もうちょっとよし、まあこんな感じ。はい、はい、はい。なんかもう一段高いところで、あ、なんかもうちょっと角度的にどうにかならんか。一応これでいいか。オッケー。これ厳しいな。ちょっと待って、こうか。あれ、あんまそう長いこと時間かけてお魚弱るから。早く取り上げたい。はい、オッケーオッケーオッケー。はい、取れた。収穫。収穫は、てて。あたたたた。大丈夫か、お前。ちょ。あれ、でも死んでるじゃん、これ。何？なんじゃ？ああ。ヒルみたいなやつにめっちゃ吸われてるこれ。あ、死んでんだ。なんかすっげえ寄生虫。あ、もうこれさ入る前に死んでた魚、死んでたんだろうなこれ。でなんかやたらこう吸い付かれてるわ。へえ。まあもちろん当然いらないからぽい。はい、当然ここには、はい、結論、まずなんか何も取れません。なんだ、死んでたな。よし、とりあえずこれはこれで今日はこの程度だったということで、やっぱあれやな、ちっちゃいハゼか、ちっちゃいハゼ入るかテラピア入るかのどっちかだよ。ここら辺はそんな感じやね。まあそれでも別に教材として使えないわけではないので、死んでたんだな、なんか弱って。よし、とりあえずこれは回収。はい。OK。よし、これ回収。あとで洗っとこう。よし、そうそう、ここら辺一体。ヒルみたいなやつがいる。人畜無害かどうかは分かんないけど、ヒルみたいなやつがいる。あんなにくっつかれるの嫌だな。 OK、 はい。で、餌はそのまま回収。よし、ちょっとゴミついてんな。うん、 OK。で、もう一つの方、はい、回収しに行きましょう。よし。あれは。よいしょ、はい。あのテラピアはなんだ？流れてて、変なこう、病気かなんかで流れて網にかかっちゃった系なのか。なんだろうね。それかあれかな、なんか入って弱ったとは思えないんだよな。入って弱ったとは思えないし、はい、一応ここ生き生きして泳いでるテラピアものすごいたくさんいるからね。だからそのいきなりここがなんかすごい突如として魚がプカプカ浮かび上がってくるようなすごいことになってるかってどんなことはないと思うし、はい、問題はないと思うんですけども、個体としての死を迎えてあのようになったのか、なぜああいうことが起きたのかは分かりません。はい、ではこちらのあのカゴも、カゴっていうか仕掛けもあげましょう。で、
ちょっとこれね、上げてみるけど、何にも入ってなかったら、あえての一晩仕掛けるをやってみてもいいと思う。さあ、やってまいりました。こいつ、入ってるでしょうか。もう、いかにもね、中に、あの、ほれ、あれよ、あれが通った後、さあやってまいりました。魚はいるでしょうか。もうこのタニシばっかりだよね。このタニシなんでさ、なんか魚がへばりついてる気配もないし、前ポスドクさんたちがここでさ、なんかやたら大量になんかハゼの仲間を取ってたんだけど、ああこれは魚影なしでございます。まあしゃあないよ、これあえてもうちょっと長く沈めておくことにしよう。餌がな、結構植物性の餌とかっていうのも問題なのかもしれないけど、あえての、はい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 、一晩沈める。なんかあの魚の切り身とかな、いかにも匂いがブンブンしそうなやつ入れてもいいんだけど、よしよし、よし、まあここさ、まあじゃあここをあえて何にも入らないので、こっそりでも何でもない、大っぴらにちょっと一晩仕掛けておきましょう。こいつのメリットは何かというと、たとえパクられても何ら問題ないところです。はい、じゃあ今回はまあこんな感じ。これ多分次回流れると思う。これの収穫がなんぼのものか。今回はもう日も暮れてきたのでこんな感じです。はい、それではまた。Thank you.